グアダルーペをルティスで、ランダスリは、スペイン出身の科学者及び、カトリック教会の副者である。オプスデー族人区の初期女性メンバーであり、スペイン、メキシコ、イタリアで活躍した。2018年6月に、教皇フランシスコが、グアダルーペの取り次ぎによる奇跡を承認し、2019年5月18日に、マドリードにて列服され、副者となった。これは、 オプスデーの初の新ップ服である。フルネームは、グアダルーペ・オルティスデ・ランダスリ・フェルナンデスデ・エレリア。なお、アニ・エドゥアルド・オルティスで、ランダスリのレップ服調査も進められている。1916年12月12日、マドリードで生まれた。1932年、高校を卒業し、マドリード中央大学で科学を学び始めた。同学年の5人の女子学生の一人であった。 1936年7月に勃発したスペイン内戦のため一時学業を中断。内乱集結後、優れた成績を収めて大学を修了し、マドリードの2つの学校で教える教師となった。1944年、オプスデイ創立者であるセイホセマリアと出会い、彼を通じて専門職と日常生活はイエス・キリストと出会い、生成を求める場であることが分かった。 ほどなく、オプスデーへの所属を願い出た。その日を境に、神との親密さを深めるために、あらゆる努力を傾け、また、様々な使徒職の活動に携わった。マドリードやビルバオの学生寮で、管理の仕事に従事し、若い女性たちが社会で働くための形成を与え続けた。さらに、マドリードの大学生寮を指導する駅務にを務めた。寛大さ、号機。 そして喜びに満ちた人柄が際立っていたグアダルーペは、1951年に、セイホセマリアによって、メキシコにおいて、女性を対象とした、オプスデーの使徒職を始めるために選ばれた。3月5日、第二の祖国となるメキシコに向けてたビリッジ、メキシコにおいても大学生寮を始め、その活動を通して、人間的キリスト教的形成を与え続けた。また、 社会で働いている女性たちや主婦たちの協力を得て事業を拡大するとともに協力を惜しまない人々にもキリスト者としての信仰を明かしした。寛大さと深い信仰を持って野心的なこの仕事に当たった。当時の彼女と知り合った人たちは神の意志を果たすことと人々に仕えることが彼女の優先事項であったと証言している。グアダルーペの熱意に動かされた友人たちは モレロス州における人間的専門職的形成センターを設立し、人間的キリスト教的形成活動を繰り広げた。1956年、ローマへ移り、さらに1年後、健康上の理由からスペインへ戻る。それは心臓を患っていたからである。心臓の相互弁狭窄症のために手術を受け、病気から回復してからは、最優秀の成績で博士号を取得する。また、 スペインの不安でらしエる場所を授与され、教授職に就いた。同時に、オプスデーにおける指導的な駅務にも携わった。生涯にわたって、喜びにあふれ親しみやすい人柄で、多くの人を神に近づけた。1975年7月16日、スペイン北部パンプローナ市にて、心臓疾患のために、生成の誉れのうちに死去した。死去以来、 グアダルーペへの私的信心は広まり続け、劣勢生願者によれば、その取り次ぎを願った人たちは、様々な種類の恵みを受けている。病気の治癒、妊娠や出産に関する問題解決、仕事の獲得、仕事と家族の両立、経済的問題の解決、家族内の和解、友人や同僚の会心、など。2001年11月18日、マドリード教区長、 アントニオ・マリア・ローコ・バレラ大司教は教区段階における劣服劣勢調査の開始を宣言した。2005年3月18日、教区段階の調査が終了。2017年5月4日、教校長劣勢省の勧めを受け、教皇フランシスコがグアダルーペを尊者と宣言した。2018年6月9日に、グアダルーペの取り次ぎによる奇跡は教皇フランシスコによって、 昨年承認され、2019年5月18日に、マドリードにて列服された。列服式には、数奇教6名、大司教9名、司教17名及び司祭約150名が参加し、1万人以上もの人が60カ国から参列した。祈願、父なる神よ、副社グアダルーペの取り次ぎによって、私が彼女のように愛を込めて、日常の仕事を果たし、 信仰と喜びを周囲のすべての人に伝え、皆が恩美をよりよく知り合いすることができますように。福者グアダルーペに劣勢の恵みを与え、その取り次ぎによって私の願いをお聞き入れてください。アーメン。主の祈り、安倍、マリアの祈り栄江賞。ありがとうございます。